先週、ちょっとここでね、はい、えなんか新幹線で、うん、カップルにね<ー>で、カップルに気づかれてその女性の方が、はい、すごい顔を近くでじろじろ見てきて、うん なんかそうだよね、みたいな。失礼だね。失礼な。んかチされてイライラサワちゃんの話をしましたけども、ちょっと今週もイライラサワちゃんっていうのね。溜まってますね。溜まってんでしょうね。やっぱイライラサワちゃん。ないよ。そだから、雪降った日あるでしょ月曜日。はいはいはい。雪降った日の、まあ朝。うん。朝の出来事。だから、まあ雪全然関係ないんだけども、朝。その、ポン生放送ね。うん。大木さんの、ビビる大木さんの。生放送。 に、こう出させてもらってるから。月曜日の朝、タクシーで行こうとしたの。はいはいはい。で、タクシー呼んだのね。うん。朝うんちしながら。うん。で、呼んだら、うん。ええ、10分後に来ます、みたいな。うん。このなんか今、あ音声、この案内みたいなあるでしょ音声案内登録した住所に呼びたい方は1を、みたいな。ダイヤルでこうやっていくみたいな。オペレーターに繋ぎたい方は2を、みたいな。全部音声でやってくる。 ええ、で、逆にアナログじゃない今から。もう、アプリで呼べるんですかそう、アプリでも呼べんだけどね。俺はなんかその、それを利用しててさ。で、10分後に来ます、みたいに言われて。はい、ありがとうございます、つって。で、まあ朝だけらなんだかんだこう、ちょっとバタバタして。そう、10分後って言われたその10分後から、ちょっと5分ぐらい遅れて、降りてったの、マンションのこの下に。はいはいはい。ああ、やばいやばい、つって。遅れちゃうなっ5分後に降りてった。 そしたらタクシーがまいないと。あれなんでいないんだなんだちょっと5分ちょっと遅れてきてるから、え、まだ来てないのかおー、ま、まだ来てないのかな待ってみよう。みたいなんで5分、10分ぐらい。はいはいはい。その場で待っても来ない。あれ、やばいな。来ない。ということはその5分俺が遅れてきた間に、もう行っちゃっ ああ、もう来ねえやと。来ねえやと。行っちゃったのかないやいやいや。今までもそうやってちょっと遅れた時は、電話かかってるの、タクシー会社から。あもうついてますよ、みたいな。あ大丈夫ですかうん、そう。それが毎回必ずあるのに。あれ、今回ない。確認ない。確認ない。あ、じゃあ、 もしかしたらそもそも来てない説、浮上するよね、ここで。まあそうだね。もしかして来てないんじゃないか。予約通ってない説。通ってない説。あ、やばいやばいやばいと。うん。そのね、時間もあるから。あ、どうしようどうしよう。一回それじゃあもう一回問い合わせしよう。タクシー会社に。で、電話かけます。でも、やっぱこう朝の時間、通勤のこのラッシュの時間帯でもあるから、次かけたらもうかかんなくなっちゃった。 ま、時間帯のとこやっぱり。ああ、混んでるからね。混んでるから。うん、もうかけても、プープーって、切断中って出んのすぐ。うん、はいはいはい。ああ、やばい、か,かかんない、かか、うんない。やばい、じゃあもうダメだ、問い合わせなんかして。うん。 あの、さっき頼んだんですけど、とか、やってるやりとりももう、時間がもうもったいない。たないね。新たなる、新たなる一台を、澤部に呼ばなきゃいけない。新たな、タクシーを呼ぼう。つってもう一回またかける。それもまたこう、つながんないね。何回か、何回もかける。つながんないだろうながんない。切断中。切断中。すごい切断中なんの。切断されて。で、ああ、やばいやばい。で、何回かけて、やっと、つながって。 で、またその音声ガイアンス、この、なんか、指示に従ってさ、登録の住所を呼びたい方、1位を。またやってんのそれ。1位ってやって、全部やり終わって、そっから、お探ししますみたいになんの。はあ。このコンピューターが、近くにいるタクシーを探し出すのね。お探しします。お探しします。お探しします。これが、また、3、4分通るずっと。お探しします。探すね。そう。 で、お探しします、お探しします。ああうん。愛車できる車がございます。<laughs> って言われるよ。<laughs> お探しして、お探ししたじゃん。あんなに。探したんお探し、お探ししたんじゃないの探したみたいだから。いや、だからそう。頑張ってくれた結果、まあなかったからさ。まあしょうがないんだけど。いやー、そんな、コンピューターを駆使しても、お探しできないのいないの、周りに。もうちょっとニュアンス言ってくれるよりね。そうそう。ダメでしょうけど。そうそうそう。お探しします。この時間で可能性は薄そうですが。 一応、お探しします。ほぼゼロに近いですが、お客様がそこまで言うんであれば、お探しします。抵行して、他社でお探しすることをおすすめします。そこまで言ってくれればさ、いいけども。電車を使った方がこの時間は早いです。ことを、解きますが一応言われてるので、まだ言ってくれればね、いいけども、それは、 お探しします。うん、お探し、結構自信ありげに言うから俺は待っちゃってさ。うん、お探ししたくありませんが。<laughs> お探ししま,します。って言って、お探ししたくありませんがって言われたらもうブチギレるけどその段階で。仕事なの大なんだよ。<laughs> お探ししたくありません。<laughs> 仕事なのでお探しします。で、<laughs> なんて、結局配車できませんってなって、それでもう、 俺も、だんだんさ、ちょっとこうイライラ、<laughs> イライラしてきちゃったやっぱり、<ー>そもそもいないという段階でもイライラしてたし、<ー>その繰り返しでもまたちょっとずつこう、うんえー、イライラしてきちゃって。うん、で、だんだんやばいやばいってなんか何回もまたかけて、うん、で、結局、捕まったの。おぉ。うん。で、捕まったんだけど、またそれも、うんえー、15分後に。あら。 きますだいぶ遅いじゃん。そう。その15分も入れたら、結局俺はだからもう30分ぐらい。やばいね。30分以上家の前でさ、結局なんかウロウロしてるやつだよね。だから。ああ、やばいやばい。やばい。でもこれはもうそもそも、ういなかったから。最初に予約したのに。それはおかしいじゃん。だからもう分かった。じゃあこの15分の間に。はい、分かりました。もう一回これ澤部はもうじゃあ、一回もうぶち込みましょうと。クレーム。 うん、クレームというかう。やばいね、お前。そう。<laughs> うん、一回もやろうと。うん、これはもう、岩井の精神をちょっとおろそうと思って。あ、うん、あ、そう。やっぱりそ、うん、その、先週も言ってたよ、やっぱり、うん。まあ一応言うけどね。うん。うん、その、 感情的にはならないからね、でもね。あまあね。冷静に解き伏せでしょあ部は、感情的になるからね。あまあ感情的に、タクシー運転手にね。あ感情的には、まあなイライラがもうすぐ出るから、お前は。タクシー運転手にだけ。感情的にというか、まあそうね。ぶつけないと、やっぱりこれを。祝いの精神をおろしてさ、行ってやろうと思って。で、クレームってなんでこ俺どうすれんだ俺、もう一回電話とりあえずかければいい。だ。 下げて。で、また、その音声会談んですよ、また。この、何え、お車、登録の場所お呼びしたい方は1よ。え、オペレーターに繋ぎたい方は2よ。みたいな。え、その他、ああ、お問い合わせの方はなんか三を、みたいな。ああ、お問い合わせだなうん。3!3。押す。うん。そしたらまたさらに続くの。うん。え、忘れ物の方は1よ。みたいな。え、その他、なんかご要望の方は2よ。うん。 で、その次。おしかりの方は三王 <laughs> おしかり、おしかり,り部門があんの。出た。あんのよ。何おしかりおしかりの方は三王みたいな。ああ何おしかり専用部門があんの。<laughs> クレームとか、<laughs> うん。なんていうの、その、もうちょっと言い方ないな。いや、俺いやだからわかんない。一応、王をつけてるからね。ああおしかりの方は。ああ でも、そもそもなんだよ。お叱られる前提で作ってるのかその音声は。いや、そうでしょ、なんか。その前に頑張りなさいよとも思っちゃいながら。でも俺は、そうそうお叱りだよ。お叱り。お叱りさん行くよね。お叱りさんって押したら、そこからなんかま、喋り出すの。ただいま、この当社では、音声ガイダンス、音声自動配車サービスを実施しております。 非常に便利なので、そちらをご利用くださいみたいな。なんか、告知しだしてんだよ。お叱り、お叱り部門の、お叱りの門をくぐってきた俺に、告知しだしてんだよ。やばいね。よ、叱りのやついらないじゃん。らないじゃん。で、そもそも音声ガイダスのやつ使ってるしね。もう、音声ガイダンスの使ってる人に言う、告知することじゃないしね。うーん。なんだよ。 さらに、イライラさせて。イライラさせて。イライラさせてまた。そう、イライラさせて。はぁーくそーってって、やっとその告知が終わった。うん。で、その告知が終わったら、次はもう、だから、いわゆるこう何保留音みたいなさ。穏やかクラシック。はい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 。穏やかクラシックが。うん。でてん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 。おおー、なんだこの、おしりの門をくぐってきたお礼を。 あんだ、なだめようとしてるの穏やか、クラシックで、てめえふざけや。ロビーで。ロビーですよ、ほんとで。より、さらに増幅して、もう、うわぁってなりながら、でももう、その、た、おそらくこの、人に繋がるわけでしょ、これは。お叱りだから。人に繋がるまで待たなきゃいけないからさ、それ、いらないでしょ、うん。我して、待って、待って、待って。したら、うん。15分、だったの。うん。15分経ってもう来たの。さっき言った口に。 呼んだタクシーが。そう。15分経っても結局。え繋がってないんだよマジでオペレーターに。クラシック。クラシック。穏やかクラシックでずっと。だいぶね。うー <laughs> まあ朝忙しいからなんだろうけど、うん、多分繋がらないのね。でも俺はもうイライラ沢ちゃん。うん。今日イライラ沢ちゃんだからさ、うん、強めの。うん。だから、ああ やばいじゃんむんなってもう運転手にもさうらてめえおてめぇの会社やばいやばいやいえってなると思うじゃんただ15分お題がクラシックを聞いてると偉いもんでも落ち着いてる鎮静化してのサーベイはマジで偉いもんで鎮静化してすごいじゃんそう南学章まで聞いてるいや同じやつ鎮静化されてさ偉いもんで向こうの作戦かわかんないけど もう穏やかな気持ちで。うん、乗車して。<laughs> お叱りにはだから、うん、そうなんだよ。お叱り、作戦なのかなヒーリング効果みたいな。<laughs> わかんないけどお叱りという音声だけ作ってるけど、そ,うん、その部分には誰もいないんだよ。行き止まりなんだよ。行き止まりで暮らしていんだよ。行き止まりの。暮らしが延流れよっていう。はい、一度。